熊本市西区の田崎で長く愛されている居酒屋が今宵たぬき茶屋で味わいの時。いやー、なんかこのいいですね、いろりのあるこの個室で。そうですね、雰囲気が結構ありますね。何年やってらっしゃるんですか？19年目ですね。あ、本当？はい。で、リュスさんずっと？はい、もうずっとですね。たぬき茶屋っていう名前ですけどね、私の血がお腹が出てたもんで、はい、それのマスコット的なですね。お酒、はい、の市場が近いから具材も新鮮で。そうです ね、おすすめをちょっと。うちはあの魚料理が多いんですけど、はい、その中でもあの牡蠣、生牡蠣。はい、生牡蠣。あ、いいな、はい、他にその名物が、もつ鍋ですね、はい、ご用意は1人前からご用意しています。そうですか、はい、白のお祝いで乾杯しましょうか。はい、乾杯。乾杯。うまい。いやー、たまりますね。来ました、冬に嬉しい生牡蠣。牡蠣は北海道の牡蠣ですね。大きいですね。いただきます。あー、うまい。新鮮な牡蠣ってのはもうこれもう何にも言えないです。こちらも冬に嬉しいもつ鍋。こだわり醤油ベースのだしに厳選されたもつがたっぷり。このもつをいただいてみましょう。うん、うまいですねこれ。品がいいですよ。もっとなんかギトギトしてるのかと思ったら全然そうじゃないですもんね。油が多い割にはですね、結構あっさり。ちゃんぽんを入れての締めもよかですね。田崎で愛されてきた名店たぬき茶屋。市場直送の海の幸に名物もつ鍋にと需要がつく味わいの時でした。今日は帰らないで、ここにずっとここに泊まりたいぐらい。乾杯。乾杯。いや、うまい。素晴らしい。はい、どうぞ。もう